生活とは、1989年に改定、1992年度から施行された、学習指導要領より小学校第一学年及び第二学年に設置された教科である。正式に、生活が小学校1.2年の教科として、全国でスタートする以前、1984年度から1986年度に、 かけて、宮崎大学教育文化学部附属小学校が、試験的に生活科と称した科目を導入して、市内の歴史的建造物の調査や探検などの体験的な学習が行われており、この結果が学習指導要領に大きく反映されている。3点の指導目標が掲げられている。要約すると自分と社会との関わり方自分と自然との関わり方活動。 表現技法の習得である。導入当初には、教科書のない教科という表現が誤解を生じ、ただ遊ぶだけの活動と捉えられた。実際の学習活動では、第3の目標が重要視される。例えば、昭和期の昔遊び活動を行った場合、指導者として、老人会の人々を呼び、事前の招待状、事後の感謝状の制作を通じて、 第3の目標を具現化する。指導内容は以下の8項目が挙げられている。主に自分自身と学校、家庭、地域との関わり方及びそれらに伴う表現技法の習得が要求される。第1学年と第2学年の境会は取り払われており、学年相互の共同活動の機会が確保されている。典型例としては4月に実施される学校探検である。 第一学年は学校施設、職員を知ること、第二学年は学校施設、職員を紹介し、1年生を案内することを目的とし、同一の活動ながら発達段階に応じた目標を持たせている。この生活は一般的な小学校だけでなく、他の初等教育を行う学校でも実施されており、特に特別支援学校のうち知的障害者を教育する、 特別支援学校の小学部に至っては学年に関係なく社会、理科、家庭が設けられておらず、生活をこれらの3教科に代わる教科として学習している。ありがとうございます。